あのセラムって人が仕掛けたのか。やっつけよう、ナユタ。マスターギアを取り戻してお姉さんを助けるの。わかった。
った。ない？クレア様！もしかしたら、もしかしたら、なんとかなるかもしれない。よかった、本当によかった。僕、僕本当に心配したんだからね。ごめんなさいね、心配をかけちゃって。ありがとう、ナユタ。姉さん、thank you.
やあライラ、何か忘れ物でもしたの？お父さんからお見舞いの品を預かってきちゃって。これがまた美味しいクッキーでさ、よかったら一緒にって。その子誰？島の子じゃないわよね。ああ、そういえば紹介してなかったね。彼女は僕の知り合いで。クレハです。今日は家に招いてもらって。家に？その姉さんの誘いでこれからお茶でもと思ってさ。よかったらライラも。家族ぐるみの付き合い。そうだったんだ。ナユとライラがなんか変なの。どうかした？なんでもない。じゃあね。ただいま姉さん、クレハを連れてきたよ。グッドタイミング。ちょうど用意ができたところよ。って、もう台所に立って。あまり無理しちゃダメなの。このくらいなら大丈夫よ。それより、その子が。あら、とっても美人さんじゃない。クレハと言います。はじめまして。こちらこそ。ユピナ草の件でお世話になったみたいで本当にありがとうね。いえ、見つけたのはナユタとノイですから。私は大したことは。なるほどね。ほら、3人とも上がって、早速お茶にしましょう。
あれが向こうの世界に渡ったか。因果なものだな。守備はどうだ。滞りなく。残る大陸ラ・ウォルグをもって全てが整うでしょう。ご苦労。そちらは引き続きお前に任せる。私はそろそろ最後の鍵を仕上げにかからねばなるまい。御意。全ては計画通りか。間もなく偽りの世界は終わりを告げる。ミトスの民の悲願、必ずや成し遂げなくてはな。